高竹直彦です。これから私たちの研究チームの取り組みと私が担当している事業、そういうところのお話をしていきたいと思います。まず皆さん、SDM 研究科どういうところにあるかといいますと、日吉キャンパスにあります。日吉キャンパスは3つの大学院と、あとは数多くの大学、そして一貫教育校がある大きなキャンパスです。で、皆さんがこれから関係されるのはこの共生館というところでして、ぜひ共生館のみならずいろいろな大学の施設を知って感じていただければなというふうに思います。1年延びてしまいましたけれども、オリンピックが1年延期をされ開催されますが、ここはイギリスの代表チームが1年キャンプをするというところでもあります。私の経歴ですけれども、もともとは宇宙開発をしていました。宇宙航空研究開発機構 JAXA というところで十数年ロケット人工衛星の開発をしてまいりました。またその中でヨーロッパの宇宙機関で働いたという経験がありまして、そこでシステムエンジニアリング、システムデザインの経験を積んだというところで KOSDM に来るきっかけになりました。こちらが SDM 研究会での事業の様子です。いろいろな方、社会人の方、海外の方も参加されて事業をしているというところが特徴になるかなというふうに思います。また実は SDM 研究会以外のところでも事業や研究をしていまして、バンコクにあります国連が関係しているアジア工科大学の教員をやっていたり、あとトップアスリートを育てる日本スポーツ振興センターというところのアドバイザーをやってきたりしています。私の簡単な経歴ですけれども、もともと宇宙開発にいろいろと携わってまいりましたけれども、今はそれを利用する、また宇宙以外の分野でも価値を生み出すというような研究教育をしていまして、国連の大学ですとかスポーツ分野にも携わっているというところが現在の試みになります。それと同じくして、今まで執筆してきた、また執筆に関わった書籍ですけれども、もともとは人工衛星の開発というようなところをメインに本を出してきましたけれども、今ではいろんなセンサーデータを使って街をどう良くするかというような取り組みをしていますので、ビッグデータですとかアイデアを創出するですとか、街づくりセンサーシティというような考え方で本を執筆したり一緒に加わるというようなことをしています。システムエンジニアリング、システムデザインマネジメントというものがどういうものかというところですが、一言で言うと物事を俯瞰的に見る、また多視点で見るという考え方です。これを見ていただくと分かるのように、部分的にしか物事を見れない方は局所最適なことをやってしまうんですが、この物事のつながりが見えていると、この行動がどのような連鎖を起こすかということが見えてきます。こちらも同様で、同じ船に乗っているのにこの方々は自分は安全だと思っているわけですが、システムとしての物事を見る考え方ができればこのようなことにはならないということで、俯瞰的かつ多視点で見る能力をつけるというところがこの大学院の一つの大きな大事なところだと思っています。いろいろな方にこのシステムデザイン、システムデザインマネジメントを知りたいというふうに言っていただくことがあります。例えばこれは日経 BP の記事ですけれども、皆さんご存知かもしれませんが、玉塚さんという方と私がですね対談をしている記事がありますので、もしよければ見ていただければと思います。この先ですね、SDM 研究科での私たちの事業ですとか研究の取り組みを簡単にご説明したいと思います。まず事業ですけれども、私が担当している科目はこれだけあります。システムデザインマネジメント実習というのは、座学で学ぶシステムデザインを実際にハンズオン、アクティブラーニングによって体感をしていただくというものになります。こちらのシステムベリフィケーションバリデーションという事業は、システムデザインマネジメントのイントロダクションを学んだ次のセメスター、春学期に入学される方は秋学期に学ぶ事業でして、システムをどのように評価をするかということを学ぶ、これはコアな事業です。全員、修士課程の学生は受講する必要があります。これと、兄弟の、事業はですね、システムアーキテクティング&インテグレーションという事業がありますが、その事業が、セットになって、提供されるというものになります。それとですね、こちら2つはですね少し特色がある事業でして、フロンティアプロジェクトマネジメントというのは、
コア科目のプロジェクトマネジメントのアドバンスト版でして、過去に前例のないプロジェクトをどうマネジメントするかを学ぶものです。また宇宙システム工学、これは理工学部理工学研究科との共同の授業でして、私が全体を統括しておりますが、宇宙システムを使って何ができるのか、また宇宙システムを使ってどのようにすれば新しい価値を生み出せるかということを理工学研究科の方と共に学ぶ矢上の授業になります。2つこの今お話した事業の事例を紹介いたしますと、 SDM 実習という事業はアクティブラーニングと申しましたけれども、このような感じで数人のメンバーが小さな会社のような立ち位置を取りまして、システムの要求を明らかにするところから、それを設計してプロタイプを実際に作ってみるというようなところまでやる事業になります。昨年度はですね、横浜市港北区と連携をしましたので、横浜市の地域を活性化するということで、南日吉商店街というところの課題をシステムによって解決するということを試みました。デザインプロジェクトの違いは、実際にアイデアを出すということよりも、どちらかというと定義された要求を明確に記述をする、設計をちゃんと記述する、そして評価まで起こして実際にドキュメント化するというような審査を順々にやっていくというところを体験していただくものになります。今年度はですね、三井不動産と一緒に連携をしまして、日本橋、今再開発が進んでおりますが、日本橋の魅力を伸ばす課題を解決するということにチャレンジしますので、この事業を取られると日本橋のことを考える、日本橋に実際に行って人と共に何かを作るということになると思います。また宇宙システム工学ですけれども、企業ですとか、政府機関と連携をしますので、例えば Google Earth Engine といいまして、皆さんが、無料で使うことのできる衛星データ分析ツールを活用しまして、例えば、夜の光の明るさを宇宙から、測ることができるんですね。これによって街の、元気度合いを理解することができるんですが、そういうようなことを実際に学んで、これは Google のチームと一緒にやりますが、その能力をつけていただくという事業。次に研究のお話をしたいと思います。まず皆さん研究といいまして、何が学習と違うのかということが、理解していただくということはとても大事です。どういう違いがあるかといいますと、学習というのはすでに明らかになっていることを理解する行為ですけれども、一方研究は何かしら明らかになっていないことを明らかにする行為ということで、これは非常に面白くもあり時に難しいというところになります。私たちは特にですね、その社会課題解決というものの研究を宇宙規模から街の本当に一人一人の生活を見るところまで、言うなれば鳥の視点と虫の視点、また技術的なアプローチと社会科学的なアプローチを使って見えないものも見える、または見えにくかったことを見やすくするという取り組みをしています。そういうことで、宇宙から地上までというような視点で取り組みをするということですとか、あといろいろな新しいテクノロジーが生まれてきていますので、これを手段として取り入れるということをしています。で、データ駆動型社会と言われています。いろんなことがデータで理解しやすい、未来を予測しやすい、そういう未来になってきました。例えばテクノロジーが高機能化してコモディティ化してきましたので、スマートフォンを使っていろいろなことを知ることができます。そういうデータをいっぱい集めることによって街の動き、渋滞がどこで起きているかなんてことを知ることもできます。そういうデータを活用することによって人工知能などを使って未来を予測することもできます。そういう、技術を使って新しい価値を生み出すということが特徴になっています。私たちの研究室の特徴はこんな感じです。テクノロジーによって得られたデータと、人の対話とか観察で得られたデータを活用して、新しい見えなかったものを見えるようにする取り組みをします。その、過程を経て実際に新しいものをデザインするというところが我々の特徴でして、対象は、非常に、多岐にわたっていまして、農業であったり、漁業であったり、スポーツであったり、ヘルスケアであったり、まちづくりであったりということをやっています。いくつか例を簡単に、お示ししたいと思います。これはマレーシアの大規模農業の、プロセスを改善するという取り組みです。このような形で農場の木を10年に一度植え替えるんですが、この植え替えがうまくいかないんですね。理論的には1ヘクタールあたり130本植えられるはずが、うまく場所を決められないので100本以下の
木しか植えられないんですね。そうすると生産量が非常に限られてしまうという問題があります。それに対して我々はまず何をするかというと、現地に行って人と対話をするというところです。それを大事にしています。で、実際にこんな感じで見てみますと、作業が見えるわけですね。これ見ていただくと、まずちゃんと書かれてないということも分かりますが、実はこの人たちが、マレーシアのフィールドなんですが、マレーシア人ではない、バングラデシュ人だということが分かります。ここが一つ新しい、気づきなんですが、そこから、マレーシア人ではない方にマレーシア語で、教育はできませんので、教育ではない方法で解決しようということに取り組みました。で、現場を、つぶさに見ていくということが大事です。実際に、農地を、整地してからもう一回植え直すというところまで、つぶさに、これは実際に現場に滞在するということなんですが、そういうことをやります。最終的には、そういうような地形を経て、ドローンや、衛星を使って地形を3次元に把握をして、そこから、植えなきゃいけない場所を自動的に割り出します。そのデータを実際に、皆さんが持っているようなスマートフォンの、GPS 受信機を使って、歩けば、その場所を、割り出すことができるというような仕組みを解決しました。実際に作ったものはこんな感じのものでして、実際に歩いていくと、木を植えなきゃいけない場所が、自動的に分かるというものです。しかしながらこういう実験用の機材では、実用化できないので、この後半年ほどかけて、実際に、農家の方が使いたいもの、使ってワクワクするものを作ろうということでデザインをしました。今この時代にいいことはですね、簡単に形にできるということで、 3D プリンターを使ってこんな感じで、実際に形を作って、使ってもらっています。そうすると農家の方が使いたいと言ってくれますので、これを、量産しましょうという話になりまして、今日本の企業と、契約を結んで事業化するということをやっています。またこれはカンボジアの農家の方の、お金を借りれないというリスクを減らすという取り組みです。農家の方が、どれぐらいお金を稼いでいて、どれぐらい、リスクがあるかということが金融機関は分からないので、お金を貸せないという問題があります。それを解決するために、まずやはり何をするかというと、現地に行くことですね。現地に行ってどういう生活をしているのか、何に困っているのか、今どういうテクノロジーが導入されているのかということを理解します。そうしますと、彼らは実はスマートフォンも使っています。これは持っていることはステータスであり、これを使って動画を見るなんていうことが娯楽になっています。そういうこともありますので、これをうまく使えないかというようなことで、現地に入って彼らの思いや楽しみ、そういうことを実際に聞いていくということをやっています。で、単に話をするだけだとなかなか知りたいことを知られませんので、こういった感じで、これはですね、朝から晩までの生活を簡単な日記のように書いていただくということをしていただいています。この行為の中で彼らの思いをあぶり出すことができるようになってきています。最終的には衛星を使ってその場所の農地のパフォーマンスを見て、スマートフォンによって彼らの生活、いつどこでどういうようなことをしているかというのを把握します。これらを組み合わせることによって、大体年収がいくらで、どれぐらい、例えば5年に一度洪水が来ているなんていうようなことのリスクが分かります。このデータを提供することで、金融機関はどの農家の方にはいくらぐらい貸せるかということが分かりますし、農家の方はどういう農作業をすれば収入が伸びるかなんていうことを、私たちからアドバイスを受けるということができるようになります。これは実際に事業化をしていまして、スタートアップの企業と一緒に連携をして、今政府事業として大きな規模の研究になっています。最後にスポーツです。昨年ラグビーのワールドカップがありました。彼らもテクノロジーを使っています。実はここにセンサーが入っているんですね。こんな感じで入っていまして、これも GPS ですとか加速度のようなデータを取っています。これによって運動量を見ることで、練習でかかっている負荷、試合でかかっている負荷を理解します。これによって怪我を予防したり、戦略に使うということができます。しかしながら、それが高くて精度が良くないという問題がありまして、それを安くて精度がいいものを作るということをやっています。そうするとこんな感じで、選手の実際の試合の様子を数字で、これを使うことによって、一体試合中に選手がどれぐらい、負荷がかかっているかなんてことが分かりますので、怪我を予防するようなトレーニングを作るようなこともできます。
これをスケールすることが私の一つの夢でして、トップアスリートのみならず地域の方に使っていただこうということで、今小学校の学校体育ですとかスポーツクラブに使っています。こんな感じで地域の方々の体育の授業で実際にですねスポーツをやってみての感想をいただいた後に実際に先ほどの安い精度の高いセンサーをつけてもらいます。これをつけることによって小学生が日々の運動力の変化を見たりどういうところに問題があるかというのをデータで理解することができて自己肯定感を上げるということができるようになってきています。またドローンなんかを使うと普段この視点でしか見れないスポーツの様子を上から見ることができるのでよりスポーツに対応します。これは実際に学校体育だけではなくて街づくりに使いましょうということでこれは野村不動産との共同研究ですけれども実際に地域のいろいろな活動にスポーツテクノロジーを使うということを今展開しています。実際にこれは昨年度のですねグッドデザイン賞をいただいたりもしています。またこれは人に対してのみセンサーを使うということではなくて動物ですとか植物に適用するということもできますので例えば放牧牛にこれをつけていかに動物が健康的に成長できるかなんていう取り組みをやったりもしています。最後に教育にも我々興味がありまして今までお話したようなことを小学校や中学校の人が知りたいということになればそれを提供しましょうというような取り組みをしています。こんな感じで月に数回ですね小中学生が大学院大学に来てシステムデザインデータサイエンスを学ぶなんていうことをやっています。最後に研究室ですけれども、私たちの研究室は、こんな感じの研究室で、比較的人数が多い研究室で、研究員と教員が多いというところが特徴で、研究のプロ集団を目指しています。教員と研究員の人数と、学生の人数が同じぐらいで、ドクターの学生が多いというところも、特徴ですので、ぜひ新しい研究にチャレンジしてみたいという方は、いろんな方がいろんな研究をしているので、ぜひ興味を持ってアクセスしていただければというふうに思います。最後に私の大学院内での今の役割をちょっとご紹介したいと思います。私は幹事と言いまして研究科の院長の補佐をしております。大学院運営に関わる企画総務的なことは大体統括していますので何かこんなことしたいなとかこんなことが問題だなと思うことがあれば気軽に声をかけてください。あとは実は SM 研究科のみならず湘南藤沢キャンパスですとか理工学部ですとか堂々市キャンパスの教員も兼務しているのでそういうところとのつながりも多く持っていますので慶応の横のつながりを使って新しいことをしたいという方はぜひ声をかけていただければと思います。研究のプロジェクト実は十数個あります。国で言いますとアメリカ、台湾、ミャンマー、カンボジア、マレーシア、そういうようなところと、JICA ですとか国連の事業をやっています。そういうようなことにももし興味があれば、ぜひこちらの、サイトにですね、アクセスしてください。そういう研究の取り組み、我々が今まで出してきた、研究論文について紹介しています。私たちの研究室は非常にオープンで、いろんな方とお話をしたいと思っているので、興味がある方はぜひいつでもご連絡いただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。